練習チャンネル。はい、練習チャンネルのもです。飯田です。今回はですね、またゲスト森田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。森田さん、今回はどこの話をいただけますか。Tグループ証券の話をしていきます。前回 UBS の話あったんですが、シティに転職されたんですか。UBS の後にシティグループ証券に転職しまして、そこでの話になります。最初にまたシティグループ証券とはみたいなところにちょっと聞いていきたいんですけど、外資系投資銀行なんですけども、みんなが知ってるのはゴールドマンサックスとかモルガンスタンレーなんですけど、そこの同じ業界のシティグループ証券っていう風な感じですね。業界での評価というか立ち位置というのはどこら辺なんですか。ギリギリティアハンの下の方にはいるかなかなぐらいな感じですね。そうっすよね。シティって言われて、あーってなる人ってそんなに多くないような気もするんですよね。シティの綴りどうって聞いたら、きっとみんな Y って書いてくると思うんですよ。銀行があったんで、それを知ってる人はイメージがあるかなっていう気がしますね。じゃあそんな中でどんな仕事をされてらっしゃったのかを聞いていきたいです。シティでは ECM エクイティキャピタルマーケットっていう株式の発行をサポートする業務をやってました。 UBS ではクレジットのセールスですよね。なのでかなり僕は珍しいんですけど、リーマンショックで業界全体が揉めたんで職種を変えるっていうのが僕は成功したというか、みんながクビになったんで2009年10年で株式相場また上がってきて、サヒをみんなが始めた時だったので、たまたまそこに入ったっていう感じです。職種を変えたのには理由があったんですか。いや、もうなんとか僕は残ろうっていう感じでいろいろもう探してそこに。戦略的に今伸びてる市場に身を置いて、職がここだったらあるかなっていうのがあったということですか。幅広く探したっていうのが正解ですかね。それは未経験採用みたいな感じになるんですか。やっぱり専門が変わってくるんで。そうですね、未経験というかポテンシャル採用に近い感じですね。 ECM とはどういう仕事をしていたのかっていうのをちょっと聞いていきたいんですが、何をするんですか。投資銀行部門の一部というか、そういう位置づけなんですけども、投資銀行部門で何をしてるかと、事業会社さんが例えば M&A をするとか、債券株式を発行するっていう風なお金に関する施策をいろいろしていくんですけども、そのサポートを業界ごとにバンカーと言われる人たちが営業みたいな形でやり取りしてるわけです。それで具体的に話が進みそうだなと思ったら、株式の ECM の人がバンカーと一緒に組んでですね、具体的な施策を提案していくという風な形になります。それでディールがあったらそれを実際に執行していくっていうのも ECM の役割。難しい話になってきた。案件を執行するというのはどういうことをやるっていうのが教えてもらえますか。例えば株を発行しますってなった場合、その株をグローバルの投資家にどんどん売っていかなきゃいけないと。なので株の発行の条件を決めたりだとか、あとそれを実際にどう売っていくかっていうふうにマーケティング施策を考えて、実際に投資家さんにロードショーで回っていったりとか、そういうふうなプロセスを決めたりとか。調達したいってなった時に、まず公開価格いくらにするかっていうところと、あと実際誰に売ってどういうふうにいくらの額を集めるかっていうところを全部コンサルみたいな形でやっていくってこと。そうですね、実際にセールスチームと連動して売り先っていうのを決めてロードショーしてっていうふうになるんで、そこのセールスチームの連携と、あとバンカーチームの連携とみんなとうまくやっていくっていうふうな。聞いてるだけでもわけわかんない仕事大変そう。結構本当に変わりましたよね。クレジットのセールスで、言い方悪いですけど、右から左にお金を動かしてたものから、はい、ガラッと変わった感じしましたよね。そうですね、ガラッと変わったんで結構大変でした。めっちゃ忙しくないですかそれ。忙しいです。すごいいろんなことをしないといけないんだろうなとか、はい、ずっと動かないといけなそうな雰囲気を感じてるんですが、とはいえ常に案件があるわけじゃないので、平時は割と資料作りというか、あとマーケットのアップデート、今こういう風な条件で回ってますっていうレポートを作ったりとか、そういう風にやってます。その資料作りが結構大変なので、投資銀行部分は大変です、若手は特に大変ですっていう。働き方みたいなところでいくと、案件があるところと平時とっていう、その2つでちょっと聞きたいんですが、まず平時だとどんな感じなんですか。平時でも長く働く文化があったんで、朝9時に行って夜 2,3 時に帰るっていうのは当たり前です。平時でそれ。それ平時って言わないですよ。マジで言ってます。その間何してるんですか。資料作り。9時から2時までずっと資料作ってるんですか。僕それだけ聞いたらめっちゃ仕事できない人の働き方なのかなって思うんですけど。そういう文化だったんです。みんなそういうディールが発生しない時はカタカタカタずっとやってるわけですか。やっぱり長く働く分野って、コンサルも投資銀行もそうですけど、そういうのはやっぱり若手は特にあるんです。そんなに資料を作ることがあるんですか。調べなきゃいけないんで、調べるのと資料を作るのと両方やる。暗黙の了解みたいなので、若手やっぱ 2,3 時までだよねみたいなので、こう。そうですね、そんな感じの雰囲気はあります。ちょっと資料落ち着いたから今日の9時ぐらいに帰ろうかなみたいな感じで言うのは許されないんですか。上司が帰ればっていう感じ、ね、うわー、なるほど。上司が帰らなければ若手は帰る権利がないっていうか、そんな空気がないってことですね。まあ今だいぶ変わってきたっていうんで、昔よりはマシだと思うんですけど。それが平時ですよね。案件が発生した時ってそこどうなるんですか。同じような感じで3時ぐらいまでやってます。デフォルトずっと9時から 2,3 時を続けてたんですか。そうです。楽しいな。体壊しません普通に。壊す人もいますね。休
休みタイミングってどこにあるんですか？土日はちょっとゆっくりできるかなってことで、とはいえ会社に行くことも多かったんで、会社でのんびり資料作る。失礼しますけど感覚バグってますよ。休日行ってゆっくり資料作るが休憩じゃないですよ。当たり前のように言うからすごい流しそうになったんですけど、それ仕事。年次が上がっていくことに落ち着かないんですか？自分で案件を担当できるようになったらある程度コントロールができるんですけど、最初の時はやっぱり振られるんで、上からそういう資料作りでとにかくやらないと。そんなもう忙しい状況に UBS のクレジットのセールスが移ったわけじゃないですか。それでも ECM やりたいっていうのはあるんですか？面白いんですか？僕はもうリーマンショック後だったんで、当時はもう金融機関で何度か働きたいなっていう気持ちがあった。もしなんですけどクレジットのセールスと ECM と選べるってなったらどっちの方がいいですか？クレジットのセールスの方がコスパいいですよね。なるほどですね。今のキャピタルマーケットのところではどこに面白みを感じてらっしゃるんですか？クレジットのセールスだと安く仕入れて高く売るっていうそのリザヤに対してすごい儲かった儲かったって、これがすごい好きな人もやっぱりいるわけですけど、 ECM の場合だとどこに魅力を感じてます？クレジットの時はマーケットとにかく見ていくっていう風な立場にいたんですけど、 ECM に移ってからは会社の資本政策を考えてそれを実際に提案したり、そういう風な部署になるので、資本政策も考えつつ株式の市場の変化を見ていかなきゃいけない、両方が見れるっていうのが面白かったかなと。事業会社とかそういう法人の本当に財務の中枢、言ってしまえば CFO みたいなポジションを体感できるっていうのは ECM ならではのということですね。それだけ聞くとやっぱすごい面白そうだなというか、それの引き換え2次3次かっていうのもありつつその状況下の人たちは年収どのくらい稼いでるんですか？僕はでも110万プラスボーナスが200万っていう感じで、それは最初のスタートって感じですよね、はい、ポテンシャル採用で1000万ぐらいっていうのはもらえたってことですよね。そうです。そっから年次が上がるとどうなってくるんですか？年次上がると30歳で2000万とか。シティの方もそのぐらいなんですか？ある程度によって変わってくるかな。なるほどですね。それって ECM の部署の方の達成目標 KPI みたいな話だったりとか、それはどこになってくるんですか？ ECM はマグロ釣りみたいなもんで、特に外資系投資銀行だと案件もめちゃくちゃ年次多いわけじゃないんですね。なので取れた年っていうのは非常にボーナスとかも上がることが多い。じゃあもう案件発生しなかったら結構ボーナスはなく少ないっていうところですね。フルスの UBS だったりゴールドマンとかと案件を取るときにコンペになるわけですね。そうです、ね、そういう風の時にシティさんを選ぶ理由というか、どこを決めて皆さん選ぶんですか？どんな派手な遊びというかあるんですか？モデルと合コンしたりだとか、たまに芸能人うまく引っ張ってきて合コンしたりとか、そういうの話は聞きましたね。しました。芸能人とか芸能人はあれですけど、まあ、モデルとかもあります。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。